お疲れ様ってありがとう、当たったねーだって。生誕祭当たったかな、応募してくれた方は。ありがとうみんな、クッキーいっぱいありがとうね、嬉しい。タータンさん、ダイちゃん、ナオさん、トカヨリさん、ナオさん、ホクピグさん、おにぎりさん、おかゆさん、クロちゃんありがとう、いっぱい。チーさんありがとうね、クロちゃんもありがとう。疲れた疲れた、はーいって。当選嬉しいです、本当に嬉しいというか、当選した。バラ様ありがとう、嬉しい。なんかファン、なんかツイート見てたら外れちゃったみたいな方がいて、え、本当にってなりました。なんか外れちゃったからその日のなんか競馬行けるわみたいな書いてる方がいて、外れちゃったから競馬行くか的な言ってる方がいて、本当ですかねって。大ちゃんありがとうございます。いやでも結構みんな当たってくれてたというか、私のファンの方当たってたんで、よかったです。あ、そう、決済お忘れなくね。早い。タータさん、ちゃんとくさん、ありがとう。金髪三つ編み。今日はなんかまとめてた。ピンク系、ね、かわいかった。ありがとう。うわぁ、そうだよね。もう、いろいろ、宿とか飛行機取ってた方はね、ドキドキでしたと思う、ん？ドキドキだったと思うんですけど、よかった、当たって、うん、ゆうくちゃんありがとう、だいちゃんもありがとう。コンビニで払ってきました、早い、ありがとう。今から探しますうんうんうん、いや本当に高いみたいだから、そう、すぐに決済したあいつらないように。伸びてきたよね、嬉しいです。なんか冬って伸びるの遅いみたい。カーピンさんありがとう。冬って髪の毛とか伸びるの遅いんだって。あー、お邪魔します、ありがとう、待ってます。カーピンさんありがとうございます、こんばんは。よかった、でもまあでも外れちゃったこと本当に、本当に当たったのかな、うん、もしかしたら落ちてる方もいるのか、今伸ばしてるのに。いや、そう、冬はね、なんか毛根、毛根っていうんですか、その生えるところがさ、毛根がなんか多分寒さでなんかあんま開いてないのかわからないんだけども、伸びるスピードがやっぱそこで変わるらしいんだよね、知らんけどねなんかね、どっか聞いたことあります。丸くなってさ、ありがとうございます。即決済、偉いです、ありがとう。
いやみんなでもファンの方がなんかそうね、知ってる顔の方々がたくさん来てくれそうなのでちょっと安心してはいますよ。ヤクさんありがとう。なんか聞いたことがあるっていう、まあ当てにならないかもしれませんが、当たりました、ありがとう。愛知イコール頑張るか、愛知イコール頑張って、あのみんな頼みますよ、コール頑張ってね。あのまあ愛知イコールももちろん他のメンバーのコールもいっぱいしてください。すごいコール嬉しいからさ、やっぱタータンさん、大ちゃんありがとう。なんか生誕の本人だけじゃなくて他のメンバーのコールもしてくれたらやっぱ嬉しいです。私ものりさんありがとう。そう、もう声が枯れちゃうかもしれませんが頼みますよ。その日コールが全体的に大きいと嬉しいなって思ってます。まあ無理はせず新作しようかな。お、嬉しいな。白川さんありがとう。DMM の確かに。ヤクさんちょっと大きく乗るんかな。祝当選ありがとう。声枯らさない程度に枯らしてください。あの支障がない方は仕事とかに支障がない方は。キドッチさんありがとう。大ちゃんありがとう。当たった、あーよかった。でも結構来てくれるんじゃないのこれ。あーでも来れない子も何人か知ってますよ。そういう子、そういう方は気持ちだけ絶対届けてくださいよ、お願いします。ひろゆきさん、そうね、私の女の子のファンの子とかもさ、なるべくあの来てほしいなとは思ったんだけど、そう来れない子もいるんだけど来てくれるのだろうかってね。そう。大ちゃん、クロちゃんありがとう。女性村民。そう、何人か来れない子は知ってるけど、何人か当たった子も知ってる。ありがとう。維持できるかって、あなたよありがとう。すごいです本当に。みなこちゃんありがとう。落選したけど同伴で当たった。え、落選？同伴で当たった。あ、そうなの？劇場限定生誕アクスタ。あ、そうですね。アクスタは買ってほしいですけど、あのね、限定だよね。
生誕のアクスタというか誕生日のアクスタです。ちょっと変わってるけどごめんね本当にさ、普通はさ、まあみんな可愛い衣装を着てるんだけどさ、あれだけさ、なんであれなんだって思うかもしれないけど、まあ私の衣装だったんで、私しか着てない衣装だったんで、あれにしたよごめんねって感じだけど、もっと可愛いの見たかったよっていう方もいたかもだけど、お許しください。ギラギラしてるやつにしちゃいました。ゆうちさん、ひろとさん、ありがとう。なんか自分だけのやつだったんで、ちょっと特別感あるかなと思ってそう、そうそう、せっかくなんでそれにしたよ。光栄さん、ありがとう。れいこさん、ありがとう。オンリーワンでしょ、そうアイドル衣装とは言わないかもしれませんけど、まあ台湾からさ、台湾なの？そうなの？ゆきひろさん、ありがとう。韓国から来てくれる子もいるしね。可愛いな、新宮のアクスタリストちょっと変わったやつもね、販売してみちゃおうかなみたいな。そう、生誕祭参加させていただきます、ありがとう。アクスタ欲しい、ゲットして。みなこちゃん、ありがとう。こばこば、ありがとう。服買いに行きます。いやー、おめかししてきてくれるの嬉しいね。うちわ作って生誕行きます。あれ優しい。こんばんは。海外村民ね、まあ結構いるっちゃいるね。私が知ってる人だったらまあ結構いる。結構てか、まあ、まあまあまあちらほらちらほらって感じ。そう、オンラインとか結構来てくれるんだよね。やっぱ現場がね、なかなか来れない方多いから、会ったことない方もいるんじゃないかな、ファンの方同士で。ドームさん、ありがとう。コンサートリハの瀬取りの曲を歌いそうになってしまいます。本当に脳内に流れちゃってるから気をつけないと。福清さん、ありがとう。なんかお昼はまあ、お昼はかわい、あ、お昼はちょっとかっこいい曲とかがあったり私はして、夜はかわいい曲がまあたりしてって感じなので、今日は昨日今日とかはなんかちょっと髪の毛、昨日今日は夜コンサートのリハだったんで、ちょっと結んで女の子らしい感じにして、そう、お昼の時はちょっと髪を下ろしたりしてた、コンサートっていう、ちょっとしたこだわり、コンサートリハの中のこだわり、曲とかで決めがちその日のレッスン着とか。そう、もぐもぐさん、ありがとう。配信のおかげかもね。そうなのかもしれないよね。トマさん、ありがとう。気をつけなきゃねって。コピグさんね、いや現れないでしょこまこま、ありがとう。1年経ったとしてはまだ何も。海外村民ってすごいね。1679 MK さん、ありがとうございます。ホクピグさん来ないと思うけどな、この累計ランキング1位のホクピグさんです累計ランキングの、そう、でもね、そうね、累計ランキングって結構なかなかすごい、ショールームの福江さん、いや現れても私も分かんないかも。
そういうなんか会いに来る系のやつで、多分あんまりいつも来ないとは思うので、一致してないんだよね、なんか。そう本当になんかさ、そうなんだよね。違う、なんだっけ、香港、香港じゃなかった？あれ？上海？あれ？香港？香港だったような。台湾？香港？香港。だよね、香港だよね。せめて生誕祭行かせていただきます。楽しみだ、それは。楽しい。そう、いろんな押し方があって、もうすごいですよ。そう。形っていろいろあるんだよね。香港コメントだけ、いつもさ本当にさ、コメントをしないでギフトを投げてくださる方なんだけど、いつもそう、まあ海外の方だから仕方ないんだけどね。日本すごいよ、ご本人のコメントめっちゃレアだよこれ。コメント書いてくれるのが超レアだ。大騒ぎで、そう。アレスさんありがとうございます。 MK さんもありがとう。国翔さん、ショーツさん、寺脇さんありがとう。多分、あ、国翔さん、角平さんありがとう。来たことある？私の顔見に来たことある？直接。それで会ったらちょっと本当に申し訳ないけど、でも本当にね、名前とかね、オンラインとかもないと思う。見た、表記見たことない。会いに来たとしてもなんか多分あんま名前を明かしてないとは思う。ズッキーさんありがとうございます。話の流れとか理解されてますよね。すごい、本当にすごいです。角平さんありがとう。丸くなってさんもありがとう。ベルギーからも、ああ、そうそうそう、ベルギーの方もいらっしゃいますし、生誕、うん、そうだよ、いろんな押し方ありますからね。なんかそうそう、本当にさ、わかんない。でもどういう方なのかも知りたいんだけど、私すいませんね、特定のファンの方の話しちゃって申し訳ないんだけど、皆さん、でもすごいのよこの方。本当にさ、なんかギフトをこう投げてくださる、本当にいつも嬉しい。イベントの時とか投げてくださったりして、でショールームもいつも見てくれてて、で大体さ、私だったらね、もしギフトとか投げたらさ、なんかちょっとすごい、なんて言うんだろうな、なんか、なんて言うんだろう、ちょっとまあ見返りを求めちゃったりするかもしれないんですけど、そう、いや、もっと構ってよ的な感じで、ちょっとかまちょかけちゃう可能性もあるんですけども、ね、だけどなんかそういうのが全くない。さ、どやりたいってのあるじゃない。ギフト投げてこうどうやってもおかしくないっていうか、どうやってもいいと思うんですけど、なんか、ね、紳士の紳士みたいな、紳士の上行っちゃってる方 でそういう方多いのよ、私のファンの方っていうか、なんかそのファンの方の好きなところ
とかっていろいろいっぱいあるけど、私の中では結構なんかカマチョな方が少ないっていう、なんか全然いない、カマチョな方がいないっていうのが結構好きですねなんか言葉はむずいんですけど、私カマチョされるとどうしていいか分かんないというか、なんていうの、かまってちゃんみたいな人の対応するのが私結構不得意なんですよ多分。そうだからそういう方がいないんだよね。うん、それはなんかすごく、ありがたいというかみんなカマチョ、自分はカマチョだけど抑えてる、実はまあこう中で潜めてるよっていう方もいらっしゃる、愛知には出さないようにしてるよっていう方もいるかもしれないけど、そうカマチョチャラい人、いやチャラい人チャラくてはいいんだけど、別にカマチョっていうのはなんて言うんだろうな、どういう人やろう、なんか例えばね、初期の頃は結構 いた人もいたんだけど、配信とかでなんかすごくすごい見返りを求めてくるような方とか、そうとか、あとなんだろう、あとちょっとねっちねちこうしてる方とかはまあ少ないかなって思います、私的には。まあそれはなんかありがたい、ありがたい環境だなというか、なんて言うんだろう、素敵な皆さんに、素敵なファンの皆さんに出会えてよかったなぁと思ってますけど、そう、わからない、私そのかまってちゃんとかが来ても多分対応が下手だから、そういう方は多分すぐいなくなるんだと思いますすぐ離れ、なんて言うんだろう、すぐどっか行っちゃうんだと思います、そういう方は。でもそうじゃなく、見返りとか求めず、なんて言うんだろう、そうなんか純粋にこう応援してくださる、保証ないをくださる方が残ってくださってるというか、ついてきてくれてるんじゃないかなと、そう思ってる。でも見返りをこう求めるっていうのは悪いことではないんだけど、私はもう皆さんに、なんて言うんだろう、しっかり私も愛情を返していきたいというか、日々そう思ってるから、そう丸くなって、ありがとう。って思います。かまちゃんの皮をかぶった紳士です。まあ私にそのかまって攻撃してこないだけ。ありがたいよ承認欲求を求めたいけど、でも私もそれはね悪いことじゃないと思う、承認欲求みたいな、仕方ない人間だからさ、それは全然仕方ないと思うんですけど、そういうのをなんて言うんだろう、そうだね、まあ本当にこういうショールームしてきて思うことは、まあなんて言うんだろう、こういういろんなさ人がこう見てるところでそういうのを出さないっていうのはすごくありがたいとか、人の目に触れるところで出さないとかはすごくありがたい、当たり前のよう、当たり前なことじゃないかな、ありがたいなってね。だけどそういうのはやっぱこう一対一で話してる時とかに、そうそういうのはさ出してくれたらいいっていうか、私的には
そういうのは全然、うん、こううちに秘めてるものをね出してきてくれるのはすごく、それは全然大丈夫なんですけど、こういういろんなね、一人じゃなくてみんながいるところでそういうのを出さずに、なんかいてくれるというのはすごく治安がた、ま、そういうところで治安が保ててるんじゃないかと思っていますね。私はそう、さっきコメントにもあったけど、ね、年内というか、まあ、そうですね、6月7月らへんに多分2000日行くかな、このまま続けられたらね、ショールームはすごくない。愛知がそれ以上の愛をくれています、ありがとう、優しいよ。レス中です、レス中、うん、まあまあ、そういうのを人の、他の人が見えるところで書き込んだりとか、そう、なんかこういうとこでもコメントとかしでこう言ったりしてこないだけ、あの、ありがたいというかね。まあそんな非常識な方がそのいるとは言わないけども、まあ、そういうのがないっていうのは当たり前のようですごくなんかありがたいことなのかなと思ってね。私も次の問題はかまってちゃんが増えそうかまってちゃんって どんなのなのかが私もあんまみんなもピンときてないかもだけど、私もされてもこれがかまってちゃんなのかはてなになりそうだけど国翔さんありがとう。大人の振る舞いだし、まあそうですね、要はなんか子供っぽい方はいないというか、 いてもいいんだけど別にね、あでもみんな少年の心のような方はいっぱいいるけど少年のような心を持ってる方はいっぱいいるけど、確かにしっかりなんか真面目な方は多いとは思うので、真面目のふりをできる方が多いとは思うのでそういうので保たれてるのかな、わからないけど、2000日ね、本当にいけるのかな、なんかすごい想像ついてなかったよ、ちょっと2000日という言葉が出てくるなんて。悪くなってさ、ありがとう。かまってちゃんに気づいてないし、あ、そうなんかな、いやでもわかるわかる、私初期の頃とかは結構いたけどね、配信とかで、そうそう、うん、だけどそういうのは私すごく苦手だったから、なんか「えやめてください」とか、なんか初期の声言ってたよ気もするけどね。でいつの間にかショールーム毎日ずっとしてて、もう1000日以上行って、なんかそういう方とかって相手しない方が、あ、なんか相手したらね、そういう人ってハマっちゃうんだって、多分わかんないけど。アイリの分析によると、だから本当にスルーしていくの、しておく、もうずっと来たとしてもずっとスルー、もうしたらいつかいなくなってっていう学びっていうか、なんかまあ分析ですね、私の。年ひとさん、 BB さんありがとう。ルーでもあるタイプ、あんまりわかんない、その人との関係性が今までにあったんだとしたらちょっとあれだけど、1ミリもない人だったらすぐにねいなくなって、うん、もちろん無償ですどんだけいい人なんですか黒ちゃんありがとう。わかんない、でもの頃はまあ確かに
ちょっとね、まあちょっとこうするだんだんやっぱり配信長くしてるといろいろ気づくこともまああるね。自然とアニちゃんの理想的なファンの人が今もついてきてくれてるんじゃない？いやーそうなんですかね。まあ私に合わせてくれてる方もいらっしゃると思います。うん、すごくありがとうですね。でも嫌なことは嫌って結構言うので、多分まあ言うね、言うと思うので、まあそういうので、まあ、合わせてくれてる方もいらっしゃるかもしれない。カーピーさんありがとうございます。チケットに入ってきてからっていうのもなっちゃってきて、うんうんうん、少ないで全員に返信しちゃいますね。そうね、まあ仕方ないよねそれはね。最初とかは全然一定数の人しかいないみたいな、そう少人数少数のコメントしかなかった時とかもあったんで、そうなんです。そうん、今日は木曜日だ。配信って奥が深いな。まあ深いっちゃ深い、深いっちゃ深いですかね。でも2000日行ったらすごい嬉しいけど、2000 ね、なんか本当にそうね、行きたいけどな、本当に1000に行ったら嬉しいと思っててずっとやってきてたから、次で5年になるんですよ。5年記念。5年ってやばくない?5 年ってやばいよね。研究生時代の愛知知らない世代です。結構いるから安心してください。そう、研究生時代の愛知あんま追ってなくて知らないっていう人結構いるから。全然大丈夫。そういう人には愛理が話聞かせてあげるから。ファンの人たちもお互い成長していくところだよね。なんかね、そうですね、まあ本当に日々共に成長って感じが私はすごく好きかな。そういうのが、愛知は結構早めに見つけることができたのすごいよ。うん、本当に出会いに感謝。小学生卒業やばい、まだまだ新規かも。でも新規の多いからね、多いというかそういうものですよ。でもね、私思ったんですよ、確かに幼なじみとかっていう、まあほんと長い月日の関係性の子とかって、私はね親友とかはもちろん幼なじみの子なんだけど、やっぱ長い月日を共にしたからこそ生まれる信頼感とか絆だったり、そういうのは思い出の多い多さとかももちろんある。それはそれでやっぱ大切だなって思うことなんですけど、逆に新しい、なんて言うんだろう、月日は浅いけどそ
それこそさえちゃんとかって、私すごい月日は浅いけど、まあ、チーム H のメンバーもそうなんですけど、月日は浅いけどでもすっごい濃い、なんていうんだろう、思い出がやっぱあるし、なんかそういう月日の長さでもないのかなっていうのもあるのよ。そう、一概に言えないっていうか、そのどっちも大切な、そう、私のプライベートで言ったらね、その幼なじみの親友のことの信頼感の強さ、なんか絆の強さとかもすごいし、だからファンの方に例えたら、すごくずっと応援してくれてる方のとの信頼関係で、いろんな時の私を見てくれてるっていう、やっぱ、うん、思い出の深さももちろんあるんだけど、そうだけど、まあ、まだ握手したことない方とかもいらっしゃる。そう、コロナ以降にファンになってくれたよって方とか、ここ1年でファンになったよって方もいるんだけど、その方を信頼してないかって言われるとそうじゃないんですよね。本当に不思議なもので、やっぱり、うん、そういう月日の長さでそういうのは決まるものじゃないのかなって思うから、そう、まだまだだなとか思わないでいいって思います。私はそう、出会ってしまったら、そう、カチャッとハマるものですから何がって感じだけど、うん、絆っていうのはなんか結ばれるものかなって私はすごく思うんだよね。うん、だからなんか、まあ子さん羨ましいなみたいな方もいるとは思うけど、でも本当に出会えたことが奇跡ですから、そこに感謝して、これからも、まあ、一緒にいてほしいなって思います。私はやめるのは簡単だけど、続けることは本当に大変だと思うから、配信することやっぱり好きなのかな。うん、好きじゃないとできないかな。私喋るのが好きで、ファンの方とやっぱおしゃべりしたいからね、コミュニケーション取りたいなっていうので続けてるから。丸くなってさ、ズッキーさんありがとう、 MK さんもありがとうございます、 BB さんありがとうございます、指押しさんありがとう。そうそう、月日の長さが、まあ、全てではないよっていう、その長いのも短いのも、その月日が長かろうと短かろうと、まあ本当にみんな違ってみんないいっていう感じで出会えたことが素晴らしいものだから、そこにいい悪いない。そう、これからが大事というか、今後一日一日をね、大事にね、みんなと過ごしたいなって思うよ。心に響きました、ありがとう、嬉しいよ。でも配信とかって、なんか私本当に2センチとか、こういうさ、1000日行くのはね夢だったけど、なんか言ったことないかもしれない。ああ、でも
ダンサーとかで話そうかな、まあいいか。でもね、本当にこんなに続けるとは思わなかったけど、うん、でも、あ、篠原くんさんありがとう。なんか配信好きだなって思えてるのは見てくれてるファンの皆さんのおかげかなって。なんかちょっとでも嫌だなってこう思ってたら、思うことがあったりしてたら、こんなに続けたいと思えないんですよね多分。みんなはね、私がすごいって言ってくれるんですけど、そんなこともない。みんなも一緒に私が配信しやすい環境作りをしてくれ、一緒にしてくれてるかなって思います。乗り越えたらどうしの気分だよって。確かにね、2000日はね、今年年内いけるのかな。じゃあ年内続けれてたらね本当に今わからないじゃない。そういうさ、病気とかにかかっちゃったら終わりですよ本当に。かかりたくないけどさ。でも5周年は多分6月7月に5周年迎えれるっていうので、ちょっと頑張り、あの頑張って健康維持うん、ポップコーンさん、大ちゃんありがとう。なんかうん、そうだね、本当に体壊してずっと配信できなくなっちゃったら多分終わっちゃうけど、毎日配信で、チケットは有効です今も。でなんかその前回も地震の影響でできなかった時あったんですけど、それもチケットのチケットで、対応してくださったんで、本当に今もそのあれは続いてるみたいですね、そのシステム的なあれは。そう、ちゃんとショールームのルールとしてあるものなので、ありがたく使わせていただくこともありますね。で、あとはできなくなる可能性は、でもそういう災害とかかな。やっぱ災害とかですね。福岡にもしさ、そういう大きな地震とか来ちゃって、いろいろ災害系でいろいろあったら無理だよね。青春 100% さん、ありがとう。チケットはまあ確かにもらえない、普通にしてたらもらえないかも。なんかバグのあれで、なんかなんだっけ、バグがあってそれを修正して、でお礼にというか、でなんか1枚追加しておきました的なやつとかも甘えはあったけど、今はどうなんだろう。でもそういうなんか、コロナだったり災害系だったり、そういうので配信ができない場合は多分対応してくださるみたいなんだけどね。コロナの時もそう、コロナのコロナの時の、コロナがすごい流行ってた時もそういうのなんか対応してくれてたらしいですね。セーターたった、ありがとう。海外に、そうね、繋がらない海外にお仕事とかやったらもう終了ですね。10日間以上とか配信できないとかなったら、私も終わりかもしれん。
大ちゃんありがとう。怪我も確かの、確かに入院とかしちゃったらできなくなるかも。本当にだからもう健康第一、安全第一、安全第一、健康第一これに尽きる。当選でこれ、え、愛知の愛知に立っていたけど、そうなんだよ、そうなの、そうだったの、願掛け2000日は、いやどうだろう、ないかな、2000日しかなんか連続配信でもらえた、わかんない、連続配信でもらえたっけ。今ねもらえる機会あんまないんだよね。でもほいちゃんありがとう、あ、いっぱい、イエイ、ありがとう、いっぱい、それで来れなかったんだね。うん、あ、え、本当来てる。毎日継続、毎日配信継続の特典として以下を配布いたしましたっていう、なんかおしら、あの受信ってボックスに、メールボックスというか受信ボックスに来てました。ショールーム運営事務局から1枚配布されてるわ。あー、じゃああるんだ、連続配信してるとなんかあるみたい、ログインボーナス的なことか。なんだすごいじゃん、福ピグ、あ、有給ですみたいな、有給代わりに使ってください的な。福ピグさん、おいちゃんありがとう。おいちゃんありがとう。10枚、上限10枚です。私今多分9枚くらい。ゆくさんありがとう。そう、でも生誕祭有給ね生誕祭が外れちゃったっていう方をね、お見かけしたのね今日。それが本当なのか、本当っていうか私のファンの方は結構みんな当選してくれてるので、そんなに外れちゃった人は少ないんじゃないかと思ってはいるけど、愛知に生誕祭落ちました。でもそのおかげで、え、小倉競馬最終までゆっくり見れますそのおかげでなんだよ、有給っていう、有給ね。キロッチさんありがとう。使いたいけどね。遊園地チケット、あ、使ってないね結局。もうなんかアイドル卒業してからとかしか使えないかも、それがっつり。なんかお休みをもらってどっかに、遊園地チケットのそのやつはなんか本当に何万円分みたいな、旅行券みたいな感じだったけど、国内旅行券だったんだけど、使うならねがっつり使いたいから、なんかまだ取っておいてるんだけど、どうしようか、いつか使え、あの1週間くらい旅行行きたいけど、まあ有効期限ないみたいです。ズッキーさん、ペッさんありがとう。だからまあちょっと保管中。
休みでも仕事のこと考えてそう。そうね、休みでもまあそうね、仕事のいろいろ発信はねしなきゃいけないから。僕一緒に2時で入ろうかな。ぜひ来れるなら来てください。九州一周いいね。旅行中も配信もするか、配信をするから。そうそう、村民、最新の村民って来た人まだ見かけてないかも。え、見かけたかな。あ、わかんない。え、見かけた、どうだろう、来たのかな。じゃんじゃじゃん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 、なんかさ、なんだっけ、戦隊もののなんだっけ、かくれんじゃーみたいなのがやるらしいんだよね。あ、知ってる人います、かくれん、かくれんじゃー、かくれんじゃー。私ね、もう DVD で見た記憶あるんだよね。記憶っていうか、かくれんじゃーすごい好きだったんだよね。箱から出てない、気づくか、気づくか。いや、かくれんじゃブンブンじゃすごいね。公演もイベントもないから、あ、そっか、そうだよね。あ、そう、シュシュットさんじゃん、シュシュットん、それがかくれんじゃなのか。なんかニンニンじゃもあったよね。え、シャリケンジャーとかもあったし、ニンニンジャーもあったし、カクレンジャーの歌が忘れちゃってんのよ。なんだっけ、聞きたいな久々に。カクレンジャー、ハリケンジャーとニンニンジャーがちょっと邪魔してるその記憶を邪魔してます。それがごちゃってよ。あー、これか。え、結構古いんだけど映像、そんな昔？ちょっと、え？めっちゃ古いぞ映像が。ねえ、あ、待って。生まれてない時のやつだ。カクレンジャーでも見て、見た。私 DVD で借りてたから。ちょっとね、でも忘れかけてるわ。好きだったけど。ニンニン、ニンニンじゃね、違う、ハリケンジャーとかニンニンジャーとかの方が好きだったかもしれないけど、カクレンジャーも見てましたね。DVD で借りてました。手裏剣戦隊ニンニンジャー知ってますか。歌聞きたいな、ニンニンジそう、戦隊ものってなんかたまに動くよね。なんか何周年みたいな感じで。カクレンジャーがなんか公式で上がってて、なんか
なんか告知があったみたいですごく話題になってました。懐かしい、好きだったみたいな、ファンの方がすごい、ファンの方待望のちょっと復活じゃないけど、そういう感じなのか。激レンジャー、ゴレンジャーか、激レンジャーはちょっと変わったね、特殊だった。なんかなんだっけ、あのちょっとカンフーなやつだよね。激レンジャー、太鼓の達人でやったね、歌アイリーが一番好きだったのはやっぱ真剣じゃだけど、まあちょっとそれは最近すぎるかもしれない、皆さんからしたら。ちょっとなんか分かんない人多いかも。その松坂桃李さんの真剣じゃ、一筆草じゃ、書道のやつ、あのレッドが火で青が水でみたいなあ、それが好きだったんだよ。それがね最高でしたね。でマジレンジャーがあの一番もうなんかね、マジレンジャーがあのおしゃれで好きだ、おしゃれというか戦隊ものの中だったら結構おしゃれな方だったような気がする。マジシャン、魔法、そう、なんかすごくなんかつるんってしてて、フォルムがつるんってしてたような気がする。でマントがあってこう、そう、すごく良かったね。レンジャーシリーズの魅力はなんかね。本当に正義のヒーロー感がある。で歌とかも結構いい、明るい曲を多いというか、なんかすごいいい曲多くて、でもなんかあの戦隊ものじゃなくて、ライダーの方も、あ、ライダー、仮面ライダー系のもまあ見てたんですけど、ちょっとなんて言うんだろうな、なんかねちょっとジャラジャラしてるんよねジャラジャラ、なんて言うんだろう、たまにちょっとなんかイケイケ系なの、イケイケ、なんか ライダーレンジャーの方がイケイケな感じ、伝わる、なんて言うんでしょう、そうだけど、そういう戦隊ものはなんか確かにそう、兄弟ものっていうか、まあ、ほっと安心感ある、正義のヒーローみたいな感じで、すごく好きだったかな。でも今のは見てなくて、最近のやつ見てないからちょっとあれなんだけど、なんかね、そう、ライダー、仮面ライダー系はちょっと少しあのチャラってしてるチャラついてるとかじゃないよ、全然正義のヒーローはヒーローなんだけど、まあでもライダー系だったら、あれが好き、電王は仮面ライダー、電王ってどっち、ライダー、電王、どっちライダーなんかライダーと戦隊ものでもいけそうなぐらいの、あ、電王ライダーか、そうだよね、電王、そうだよね、そうだ、
あれ覚えてたもんな、結構名前。ケーキ、カブト、デオ、カブトの次デオだっけ。あ、そうだ、ありね。デオ世代です、多分わかんないけど、デオ、まあ、響きとかもちょっと鬼のやつで良かったけど、ディケイドとかは、まあ、最近かもだけど、ディケイドでガラッとなんかデザインが変わって、なんかピンクのライダーだったのよ、ストライプ柄みたいな。なんか私シャレすぎじゃないって思ったけど、まあ良かったね、あれも。まあ良かったか、うん。デオンはちょっともう殿堂入りって感じで、まあ、あれをちょっと超えるものはないな。クーガ、アギト、リョウキ、ファイブみたいな感じだったよね。クーガ、アギト、リョウキ、ファイブ、なんかね、すごいね、呪文のように私ライダーの名前を覚えてた時期がありました。なんでなんでしょう。10周年ディケイドのさ、あのなんか記念のや感じで、ディケイドの映画の時に大集結みたいなの知ってたよね。映画見に行ったの。アギト、リュウキ、ファイズ、ファイブじゃなくてファイズか、アギト、リュウキ、ファイズ、うわそこか、かっこいいですね。響きはなんか和な感じだよね、太鼓叩いてる。そう、兄弟の影響かな。まあ弟とかを見てたからっていうのもあるけど、なんかね、プリキュアももちろん好きだったんですけどね、まあそこそこに好きだったんですけど、じゃあプリキュアを DVD 借りてみるかって聞かれたら、あの戦隊ものの方が借りたいって感じでした。でもプリキュアのなんかおもちゃとか買ってもらってたけどね。まあ女の子は私兄弟一人しかいないんで、そういうやっぱ男寄りになっちゃうんですかね、そういうのは。仕方ないよね、テレビでそういうの見たがるじゃん、みんなね。プリキュアってのはね、行ったことあったかな、なんか幼稚園の頃はプリキュア好きだったけど、ファイザー新作だってすごい、子供と見た、いいね、子供と見るのか、やっぱホントが見てたプリキュアこっそり楽しんでたし、いやそうなんだよね。まあでもプリキュアも好きだったけどね、まあでも、うんうん、好きだったけどね、まあちょっと面白かったな戦隊ものっていう感じ、なんか戦隊話でいつの間にか戦隊話になっていましたが、今日もいろんなお話をしてありがとうございます。とりあえずもう昼夜コンサートの構成はもう頭から最後までしっかり終わりました。終わったというか作り終わって、明日は昼コンサート夜コンサートの通しがもう通したんだけど、どっちも、でも明日はもう2つ同時にというか一気に昼と夜もがっつり通しますよって感じなので頑張りたいと思います。国章さんありがとう。
うん、まあちょっと気が楽でね、今日乗り切ったっていうのはでかいです。そう、本当にね、ありがとう。このリハ期間も皆さんとおしゃべりして、なんとか一日一日乗り切っておりますありがとう、本当にね。なんかそう、2月もあっという間で、もうでもここ乗り切っちゃったらもう誕生日なので、誕生日が来るんでね、嬉しすぎる、嬉しすぎるっていうか、みんなからお祝いのコメ、なんて言うんだろう、メッセージ待ってるよよろしくお願いします。お祝いしてね、お祝いしてくれたら嬉しい、喜びます。ルイさん、ありがとう。疲れてるのに喋れてすごい。まあ喋ることが好きなん、本当に好きっていうことですよね、やっぱり。そうそう、まあ明日は最終確認じゃないんだけど、また固めの日とかあるんで、なんかとりあえず明日通しって感じです。お願いします、ありがとう。みんな楽しみだ。ちょっとまあ頑張りますわ。明日、明後日まであるんで、一応今日の晩ご飯はあれ、卵焼き作って家で、で洗い物を終わらした。だから本当に疲れてる時って洗い物とかしたくないから、もうなるべくフライパンとかも使いたくないのよね。その買って済ませたいじゃん、疲れてる時は。けどちゃんと作って食べて洗ってとか、もうこう疲れてても洗濯は回してとかして、もう掃除機かけたりとか、もう朝行く前に掃除機かけてか行ったりとかしてますしてます。さすがに偉いんじゃないって思いながらいます。そうで、卵焼きなんで作ったかっていうと、卵を賞味期限切れちゃったら嫌だったので、そう少しだけ残ってたんで、もうそれで作ろうと思って、はい。そう、まあ今日もだから一日頑張りました。あー疲れたー。皆さん本当にありがとうございました。今夜もお付き合いいただきありがとうございます。ではランキングはもうかな。バラさん、ズッキーさん、ポクピグさん、ありがとう。卵焼き、中にとろけるチーズを入れたんで、調味料全然入れてない。ランキングは13位バラさん、12位丸くなってさん、11位コバコバ、10位ヤクさん、9位カーピーさん、8位 MK さん、7位ツッキーさん、6位クロちゃん、5位クリショウさん、4位タータンさん、3位ホグピグさん、2位アオイちゃん、1位ダイちゃん。ありがとう、皆さん生誕も、ホグピグさんありがとう、来てくれる方ありがとうございます。来れない方もそう落ち込まず落ち込まないでください。一緒に楽しんでくれる、配信でも一緒に楽しんでくれるのが私の願いです。お願いいたします。みんなも体調気をつけてよ。もう生誕までに体調とか崩さないでよ。生誕までにっていうか、生誕の時とかに崩さないでください。一番私が気をつけなきゃいけないんですけど、
まあ私はなんとかしますんで大丈夫です。皆さんお願いいたします。 DMM で大恵組頼みます。 DMM 組も DMM 軍団も盛り上がってね。はい、じゃあね、ありがとう、バイバーイ。今日もありがとうございました。明日ね、またあ、さきちゃんありがとう。もう終わっちゃうけどギフトありがとう。当たったんだよね、よかった、一安心です。私もありがとう、みんなありがとうね。明日もリハ頑張ります。ごめんね、ありがとう。1時間以上ちょっとしちゃったからそろそろ終わるね。ありがとうね、また明日、バイバーイ。